私がやっている研究は、ヒト iPS 細胞から抑制性の神経細胞を誘導して、その神経の発生過程を探るという研究を行っています。iPS 細胞を用いた研究というのは、医学の教科書に載るような、そういう基礎的な知見を探索するということにも用いられています。世界の最先端を行くような内容を実際に自分ができるということは、もう非常にやりがいがあって、日々楽しく過ごしています。研究室の雰囲気は、私一人でやるというよりも、やはりいろんな研究者の方々と協力して、和気あいあいと研究を進めるという形が多いです。少し専門的なことをしている、部活の延長のような形かなと思っています。私は学生の間に慶応が独自に設けている臨床の短期海外留学プログラムを利用して、アメリカのシカゴにあるノースウェスタン大学で実施を行いました。同級生と共同生活をしたり、アメリカの臨床の先生方とも非常に仲良くなり、最終日にはお別れ会を開いていただいたり、実際に医師の先生にお招きいただいて夕食を共にするということも非常に楽しい思い出です。昨年の OIST サマーキャンプでは学生リーダーを務めさせていただきました。 OIST サマーキャンプというのは、 OIST という沖縄科学技術大学院大学というところに参加して、10日間インターンみたいな形、ちょっと体験をするという、公用語が英語で、基本的に英語でコミュニケーションが交わされている。英語をなくして、世界のそのアカデミックの場で活躍することはできないので、そこは重要かなっていうのは。あと一番感じたのは、高度なテクノロジーに関する話のディスカッションになった時に、やはり根本的に自分の知識がまだ足りていないというか、そういうところのレベルでその議論をする知識そのものがまずなかったなというふうにはすごく痛感しました。やはり慶応医学部の一つの特徴として、かなりほとんどの学生が部活動に参加して、いわゆる統一体という医学部の一番大きな大会に向けて全力を尽くすということが一つ、特に慶応医学部の場合はその傾向が他の大学に比べても強い。そういうその部活動にスポーツを頑張りたいという学生さんにとっても、すごくいい環境だというふうに思います。僕はもともと地方の出身で、かなり費用の負担の心配があったんですけど、入学時に人材育成特別事業奨学金というのを、慶応義塾大学からいただいていて、それによってこう4年間ないし6年間サポートしていただいてるっていうような状況です。地方であんまり情報が入ってこないっていう学生にとっては、やっぱり東京とか関東の私立に、私立の医学部に進むっていう選択が、やっぱりどうしてもこう費用の面ですごくこう選択肢から最初から外してしまうってことがかなり多いと思うんです。僕もその一人だったんですけれども、今になって思うのは、入学してみると案外なんとかなる、生活のことで不安を感じている学生であったりだとか、そういう学生にとっても無理なく入学して生活できるような仕組みが整っていると思います。で、僕はそれをもっと調べておけばよかったなと思いました。ナバカシアイマっていうふうに短くだとよく呼ばれてます。1978年に設立された慶応義塾の公認団体で、毎年6年生の夏休みに学生3人が南米を中心として各国に派遣されまして、医療資源が限られている場所に赴いて、医の原点を実体験するということを目的として掲げています。実際僕たちもその村に訪れてみて、目の前に広がってた世界は、直感的に行きたいなと思った世界以上の世界が広がっていて、まずすごい感激を受けた。その現地の人たちの言葉を使うっていうのが、はい、こうぐっと距離を縮めるたびに本当に一番重要なことなので、それは僕たちも勉強していったんですけど、文化とか考え方は違えど、やっぱり他の人をこう助けるっていうことが、どんだけその人間のこう根源的な部分かっていうのを非常に実感できましたし、あとやはり医師として働くにあたって、すごいこう奉仕の精神が大事だなということを改めて感じました。やっぱ亀食べたのが結構強くなった気が。うまくいかないことも多いんですけど、解決策も自分で考えて実行する、それがうまく、いった時にやっぱり大きなやりがいがあるっていう達成感が大きい。別にいろんな志はいろいろあっていいんですよね。みんないろんな志があってこそ、
まあ、それこそが多様性を作っていき、でその多様性こそが、まあ、結構慶応医学部の良いところかな、いいところなのかなというふうに思いますので、まあ、本当に自分が輝ける環境で、活躍したいと思うのであれば、やっぱ最初から関東の私立であったりだとか私立の医学部っていうところで選択肢から外すのはすごくこう、まあ、将来考えるともったいない選択だなっていうふうには思うので、まあ、他の場所で得られないようないろんなチャンスをもらえる場所なので、将来自分のこう好きなことを見つけて全力でぶつかっていけたらいいな。本当に人生においてかけがえのない財産、いい経験になったと考えております。